お気になればすぐ彼女できるのにねえ。Hey guys、 どうも奈良沙リーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこちらの正しいブスの褒め方からブスの褒め方をご紹介しようと思います。まあ、前回ですね、上司を転がす社交辞令というのをした時に名前使ってもいいよって言った方ですね、ちょっと今回使わさせていただきますので楽しみにしててください。じゃあまずですね、こちらブス、まあ、ブスってどういうのがブスかっていうと、一応典型的なブスの例としてですね、まあ、あくまでこれに載ってたのがですよ、カバンがいつも開いているとか、私開いてんなどこでもすぐ座るとか、あと歩き方がこうだるそうとか、そんな感じが一応ブスの特徴らしいんですけど、そんなブスに対する正しい褒め方はこちら。どっか外国の血混ざってる？これ言われたら確かに嬉しいかも。続いて正しいデブの褒め方、これは男性にも女性にも使えると思うんですけど、ちょっとデブな人にはこう言ってあげましょう。あなたがいるのといないのとじゃもう全然違う、正しい褒め方だと思います。じゃあ早速次行ってみましょう。次はダサい人。ダサい人っていうのはベルトを締める位置が高かったりとか、もう釣り用かっていうぐらい上着のポケットが多い人とかの首のここがダルダルだったりとか、何かよくわからないキャラクターの T シャツを着ているとか、そんなダサい人への正しい褒め方はこちら。原石だよね。じゃあ続いて、じゃあ視聴者の中でコメントをしていただいた方の名前を使っていきますが、決してその方がこれという印象じゃなくて、もうランダムに選んだものなのでご安心ください。まず存在感ゼロの人への褒め方。実は結構タークンのことみんな気になってるみたいだよ。まあ、存在感ゼロの人っていうのはもうあえてみんなが気になってるよっていう感じで、みんなっていうことでもう私がこう存在感を上げてあげるぞみたいな感じでね、持ち上げてあげるのが大切なポイントらしい。続いて正しい振られたての人の褒め方。でもよく頑張ったよね。なんかね、振られたてない人に対してあんまりね、声なんて声かけてあげたらいいのか分かりにくいと思うんですけど、これが一番無難じゃないでしょうか。ネガティブな人の正しい褒め方。ネガティブな人っていうのは最悪の場合の想定が死ぬかホームレスになるか、はあどうしようみたいなね感じの人、褒められても何か 裏があるんじゃないかと思いがちな人、そんなネガティブな人にはこうやって褒めましょう。三十郎は頭が良すぎるんだよ。はい、何々すぎるっていうことでもうマイナスの裏があることっていうのを防ぐっていう感じでね、これ上手にね使えると思います。私実際にそうですね、たまにちょくちょく毒舌なのでね、褒める時も毒舌じゃないけど何々すぎるはよくね使いますね。どんくさボーイの褒め方、もう神がかり的に運が悪い人、座ったベンチがねペンキ塗りたてだったとか、もうよくこけるとか、あとは走り方がちょっとおかしい人とかね、そんなどんくさボーイにはこう言ってあげましょう。あ、ちなみに、これは英語でもお願いしますということで、リクエストが来ていたのでちょっと英語で初めに言ってみます。 Akira, you were really loved by the smile of God。 なんて言ってるか分かりましたか。もう Akira くんは絶対笑いの神様に愛されてるよね。なかなかねこう憎めないキャラじゃないでしょうかね。はい、なぜかモテないくんに人止まりの人とかいるじゃん、そういう人に対して言ってあげるというのがこちらの言葉です。その気になればすぐ彼女できるのにねえ、はい、彼女欲しいとかね、モテたいとかいつもねやたら言ってくる男子がいたらこういう風に言ってあげましょう。あとは意識高い系、まあ私も意識高い系なのかなと思うんですけど、そういう意識高い系の人にねこれを言ってあげるとめちゃくちゃ嬉しいです。周りで一番10年後が楽しみな人。いや、これ言われたら嬉しいでしょう。私をね、こう手のひらで転がすにはこれを言ってくれれば私嬉しいです。正しいマザコンの褒め方。アメリカの彼女みたい。アメリカの家族みたいでいいね。海外では結構マザコンというか母親を大事にするっていうのはいいことなので、まあ、ジャスチンとかもそうなんですけど、そこをねこううまいこと例えてあげるっていうのがね一番無難じゃないでしょうか。もう紹介しきれないぐらいたくさんあるんですけど、またねちょくちょくやっていこうかなと思います。面倒な女の取説っていうシリーズもやってるので、ぜひよかったら皆さんそちらの動画もチェックしてみてください。はい、じゃあまだねこれ女性バージョンもあるし男性バージョンも両方いけるので、まあまたね
やっていこうかなと思います。名前を使わせていただいたあけらくんと三十郎さんとたーくん、どうもありがとうございました。皆さんと一緒にこのアリサナス TV はできてますので、では See you。 無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くので、ぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。